はいいどうもあききでででですンンダダンダジョン超極にルルシパで究極ダルシパパ究んでいきますまあねえっとパンドラッパーで高速周回できるんですけどパンドラ持ってないとだらしでも回れるんですよっていうためにで本当はこのアーサーのところ半蔵が良くて半蔵2体目がそしたらもう本当に割と紙編成なんですけどこういうのでも大丈夫ですっていうパーティーです挑戦はい1回は普通に1列。 やれば倒せると思います1列もいらないっすね多分今初めて組んだパーティーなのでちょっと使いすぎましたでここなんですけどえー、っとちょっと難しいことを言いますえー、えー、っと2回闇の全体攻撃プラス 光ももしくは火の全体撃回これえっ、ー、と闇で攻撃する数がダルシニアレス1ハンゾウ2、えー、フィンアーサー1ずつダルシニの45789なので2回全体攻撃闇の全体攻撃すると18ダメージ与えられますでこいつら HP19 あるのでターン2で出てくる ことが結構多いというかあるんで、えー、とかつ火か光の全体攻撃を含ませるとあの2ターンの間に倒せられるとでもちょっと一回難しそうなのでここはまあでもね最悪ねあのこうやってチェックしといて今回火をいい1個作ってあの闇に10のダメージ与える次光に10のダメージを与えるでも 大丈夫なんですけどね。いやダメか。8、9、18、それで大丈夫だ、それで大丈夫なんですけど、ちょっとこれ、盤面が悪いので、今回は、やめておきます。次は盤面いいですね。これ、半蔵の変換使います、まず。で、光の全体攻撃を含ませます。で、闇ドロップ、なるべくね、残し目に。 次もいるんで闇オッケーこれで突破できますはいでここはまず一回全体攻撃しましょうチェックは左から右からでこいつからでい,いこう玉ドラはチェックしない2ウェイ含ませるオッケーでここからは3攻撃しよう 4個消しにした方がいいかな個あ3個消しで3個消しでいきます2ー a ーになるとあの AI がね AI が変なことしちゃったら困るんでまずはこのダバメリットから倒します究極ダリシの HP ってこんなもんなんだ言うてもで光含ませの まずここっちから行こうよしで光と火を含ませーのよしこれねちっちゃいことではあるんですがその左にチェック変えたのねこういっぱいバインドされると HP いっぱい残ってる状態で。 なんていうんですか ?HP ちょっとしか残ってない状態で倒すと次、タマドラベビーに攻撃するかもしれないんでね。なるべきこう、減ら、両方減ったところでというか、両方減らしてこう倒していきます。OK。で、おお危ない。これちょうどいいですね。もう突破しちゃおう、突破しちゃおう。えー、次。 次は、次はアレス半送するので、アレス半送します。なのでん、んフィンって、ちょっと待ってくださいね。フィンをほとんど普段使わないから、スキル確認。戻る。フィンじゃない、やアーサー。アーサーは、 闇ドロップを光に回復ドロップを闇にまあ場合によってはアーサーもしますということでいらないのはというかまあ緑青は絶対いらないこう斜めこう入れてこうでよしまあ盤面見て決めましょうはい さあ円ンンスを入れなかったけど大丈夫かなっていう不安は若干あるまずダブル攻撃体制費発動ダルシー発動うんで闇ドロップを光に光ドロップを闇に回復ドロップをいいですねフィン発動ダブルドロップ変化闇光発動 よしこれで1列2列作れるちょうどでイビルノバ発動でせっかくなんでもう一発あ怒りコッの可能性があるんでやめときましょうそんな無駄なことははいでいきまーすよしきれい一応こっちチェックであや,やめとくぜやケパコキおおいいですね という感じで初めてこのパーティーで挑みましたが今初めてでも勝てます結構安定もすると思いますまあ玉ドラが若干玉ドラベビーのところこうドロップ動かしてあのねバインド解けるのは面倒待つの面倒く,くさいのでパンドラの方をおすすめするんですけどこれでも勝てますということでご視聴ありがとうございましたバイバイアディオス